どうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。マイクロヘッドホンズです。僕らマイクロヘッドホンズはですね、8月の21日になんと10周年迎えます。迎えるのは24日だけど、21日に10周年記念ライブを行います。10周年の何か思い出あります？10年の何か、カゼ君から。俺10年間の何が一番思い出に残ってる？だこの人が訛りは俺嘘だとずっと思ってた。1年経っても変わらないから、1年後にあ、本当なんだってことを認めました。びっくりしました、本当に。まあ、10年今のお話を聞いてだいぶ変わりましたけどね。変わったな。あの山形から上京したのだいぶ変わった。もう発音がだいぶ分かってきましたね。じゃあゼロ君、10年間なんか印象に残ったことありますか？そうですね、なんか移動、移動ね、移動が楽しいもんね。なんか今日もか旅の途中によるサービスエリア、なんかあの時食べたもんね、そこに寄らないと食べれない。そうね、はい、そう、僕もね、移動、特にね、僕ヨーロッパの移動が印象的で、ドイツでチャリンコ漕いでな、めちゃめちゃ面白かったけど、移動中ね、あのポーランド寄った時かな、行った時かな、あのモーテル、電停電だったりとか、寒かったね、雪降ってたよね。寒いのにな、お湯が途中になくなってな。そうそう、かわいそう。まあ、そういうね、いろんな思い出が10年間ありました。まあ、それを総括する意味でもね、楽しいライブを行いたいと思います。この時なんと対バンがですね、オブアイムです。あ、そっか、マイクレッドンズオブアイム、何やら生意気な3人がいるらしいんだよね。あそこの下手のあの青い頭のやつ、あいつだけね、いいやつらしい。下手のやつだけ、あいつマジ足の音がでかいよ。口癖がすぐ疲れた疲れた、お腹すいた眠いの、ね、うるさいの、そんなもん聞いたことないよな。疲れた。あ、ちょっと待って、急だ。そしてですね、なんとゲストボーカリスト3名をね迎えることが決定しております。まず、なんと言ってもこの方、マイクレッドンズの初代ボーカリストリッキー、そして、マイクレッドンズとは切っても切れない、ゆかりのあるバンドデスパイラルよりタカ、そして、ストロベリーアンダーワールドより、神谷玲君、この3名が、ゲストボーカルとして、ね、またステージを彩ってくれます。今日1期、2期、3期と分かれて、分かれてますからね。1日でなんかちょっと歴史が見えるみたいな、もうすごいすごい1日になると思いますので、ぜひ遊びに来てください。で、マイクロヘッドホンズオーブアイムがですね、8月の21日、場所はですね、横浜、ブロンテであります、こちらの会場でありますので、まあ、マイクロヘッドホンズとしては初めてやる会場です。こちら配信も行っておりますので、ぜひぜひ、当日行けないなって人はね、配信で在庫の方でチケット買ってね、見ていただけたらと思います。マイクロヘッドホンズと、そして、まあ、新しい、まあ、3.5 期って言うと言ったらいいのか分かんないですけど、新しいマイクロヘッドホンズと、そして本当に新しいオーブアイム、まあ、全く今までと違った、ライブが見れると思います。ぜひ遊びに来てください。それではマイクロヘッドホンズでした。バイバイ、はい。